皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞きたいんですね。ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、前回のね、動画の最初らへんですね、映像に乱れがありました。大変失礼いたしました。原因がね、ちょっとわからないんですよ。書き込みデータがね、終わった後にね、その見返してもね、なんともなかったんですけどもね、ひょっとしたらアップロード中に何かがあったのかもしれません。本当にすいませんでした。ほんでね、僕が動画でしてるこういうお話なんですけどもね、というかまあ僕の動画投稿が一部の人たちにですね、不快感を与えてしまってるようでして、これもね、ほんまにすいませんでした。これをね、機にね、ここで改めて言わせてください。僕は毎回ね、その白血病やがんになってしまった患者さんと、そのご家族が、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。と言ってることに対してと、そのね、動画の内容に対してですね、この苦しんでる様子を毎日見させられて元気になるわけがないやろうかと。もう見るのやめるわ。お前のやってることはサムネ詐欺の感動ポルノだ。自分の病気を晒して何になるねん。とね、メッセージをいただいたんですけどもね、これはですね、まあ、僕が病気を克服しようとしている途中で、その合併症や副作用がありますけど、そんなことを含めてこう動画を投稿できてることや、こうリアルな姿を見せることでね、まあ、ここまで元気になれてるんですよということをね、こう見てもらいたいんですよ。元気でしょ、僕元気になってるでしょ。まあ、時にはね、そう、痛いところが出てきたら、こんなところが痛くなってきましたわーとか、ね、病院行ってきますわーとかね、このね、その前のところがね、その回復してきましたーとかね、そんなんを見てもらえたら、へえ、こんなんあるんやーって、こうね、見てくれてる人たちに、その、まあ、白血病のね、リアルな情報がね、伝わると思ってるんです。このね、こう治ってきているよっていう、その、そして元気になってるよっていう、そのリアルをね、まあ、僕はこういう形で表現させてもらってるんです。それが皆様にこう伝わってね、まあ、ちょっとでも知ってもらえるようにね、病気のことを知ってもらえるようにね、思ってやってるわけなんですよ。ね、まあ、2019年の2月にね、そのリンパ性白血病になった水泳 の池江璃花子さんもね、その病気を克服して水泳を再開できてる姿を見てもらうことで、まあ、同じように患者さんらにね、生きる希望を与えてくれてます。まあね、あんなスターと一緒にしたら飽きませんけどね、こうピチピチのね、若い女の子とこんなおっさんはね、全然違いますので。ほんでまあね、僕はね、その今この動画を撮影して投稿すること自体も、もうちょっと楽しいんですよ。楽しんでるんです。まあ、そのおかげでね、まあ、これまでにですよ、コメントくれた他のね、方々ともね、こう、つながり合えたと思ってますので、まあ、僕的にはすごいいい刺激を感じております。しかもね、この動画投稿っていうのはもう習慣化しているので、こう、自分自身のね、心も体も頭にも、こう、リハビリになってるんですよ。しかしね、まあ、この、さよならを告げられたことというのはすごく寂しいですけど、悲しいですけども、まあ、それぞれがね、新しい道を選んで歩いて前に進んでいくということは関わらないんで、まあ、与えられた新しい感情にね、こう感謝して、まあ、僕もね、これからもね、前に進んでいきます。はい。ということで、ちょっと前置きが長くなってしまいましたけども、まあ、今日のお話なんですけどもね、今日は免疫療法についてのお話です。まあ、僕もね、この治療をね、行いました。その免疫療法というのを簡単に言いますとですね、その免疫の力を利用して、がんを攻撃する治療法です。一般的に行われているがん治療っていうのは、外科療法、手術ですね。で、化学療法、これは抗がん剤です。で、放射線治療。で、この3つがね、まあ、これらを総して、三大、治療法、三大がん治療法と呼ばれています。で、この三大がん治療に加えて、最近では第4のがん治療として注目されているのが免疫療法なんですよ。その免疫というのはですね、その体の中に侵入したその異物をね、排除するために誰もが生まれながら持ってる、備えてる能力なんです。で、この能力を高めてがんの治療を目的とした、免疫療法を、特にその顔面疫療法と言います。免疫というのはね、いつも同じ状態ではなくてですね、まあ、弱まったりとか異物を排除するために強まったりしています。
そんな免疫ではね、その免疫細胞と呼ばれているその血液中の、ね、白血球などが、ね、中心的な、ね、役割を果たしています。このうち、ね、T 細胞、まあ、ティンリンパ球っていうんですけども、それにはですね、がん細胞を攻撃する性質がありまして、免疫療法で重要な役割を担います。ほんでね、そんな絶対に、ね、ならん方がいいがんなんですけども、一般的に言われているがんというのは、あの皮膚や、ね、胃や腸の、ね、粘膜など その細胞を、ね、上皮性細胞と呼ぶんですけども、その上皮性細胞から、まあ発生した悪性腫瘍をがんと呼びまして、あとは、ね、筋肉、繊維、骨、脂肪、血管、神経などを非上皮性細胞っていうんですけども、それから、発生した悪性腫瘍を肉腫と呼びます。白血病や、ね、悪性リンパ腫というのはですね、白血球になる前やリンパ球になる前の血液細胞ががんになってしまう病気なんです。でそれぞれの細胞がですね、がんにならないようにですね、免疫細胞ががん細胞を攻撃してくれるんですけども、その免疫細胞自体がね、弱まったりとか、がん細胞が免疫細胞にブレーキをかけてしまったりとかね、それによってがん細胞を攻撃するのをやめてしまって、免疫細胞ががん細胞を排除しきれなくなることがあります。ちょっとややこしいですけどね。免疫療法っていうのはですね、免疫の力を利用してね、がんを攻撃する治療法なので、免疫細胞がね、がん細胞を攻撃する力を保つ、または攻撃する力を強めることによって、がん細胞を攻撃する方法があります。でそんなね、その免疫細胞の力をね、弱めてしまうことをね、免疫チェックポイントと言いましてね、こうなってしまったらですね、そのチェックポイントをね、突破しないといけません。もうね、がん細胞たちがね、ここは通さないぜ言うてね、その免疫細胞をね、通せんぼするんですよ。なのでそのね、突破する方法として、免疫チェックポイント阻害薬というのがね、存在します。免疫チェックポイント阻害薬っていうのはですね、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬です。免疫細胞の表面にはですね、異物を攻撃するなというね、命令を受け取るためのアンテナがね、残念ながらね、あるんですよ。一方ね、がん細胞にもね、アンテナがありまして、免疫細胞のアンテナに結合して、異物を攻撃するなというね、命令をね、こうベベベベベと送るんですよ。でそうするとですね、免疫細胞にブレーキがかかって、がん細胞は排除されなくなります。そしたらね、がん細胞がね、どん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 増殖してしまうわけですよ。まあそれではいけませんので、免疫チェックポイント阻害薬はね、その免疫細胞やがん細胞のアンテナにね、作用して、免疫細胞にブレーキがかかるのを防ぎます。そうすればね、再び免疫細胞はね、がん細胞をね、攻撃してくれるようになるんですよ。まあ動画の最初にも言いましたけどもね、僕は白血病の治療でこの方法を行いました。一番最初にこの免疫療法をしています。ね、抗がん剤とのね、組み合わせでね、行いました。しかしですね、白血病細胞がね、消えなかったのでね、骨髄移植にね、至ったわけなんですよ。まあこれだけでね、そのがん細胞や白血病細胞が消える人もいれば、まあ、僕のようにね、消えない人もいてます。まあいろんなね、治療法がありますけども、どの治療法が効くかどうかはほんまに分かりません。でそれを踏まえてね、さまざまな方法を考えてくれるのがね、病院の先生なんですよ。患者さんの体をね、見ながらね、さまざまな可能性を考えて提案してくれます。その可能性を信じてね、治療を受けて元気な体にしていきましょう。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。